こんにちは、ハレブコチューズアデナコと妹のアコです。今回ですね、茨城県にありますアサリ屋さんにやってきました。動画では初めてご紹介するお店なんですけど、実はね、トシちゃんのお誕生日会の時に一度来ておりまして、その時食べたハンバーグがめちゃくちゃ美味しくて、もうぜひ食べたいと思い、やってきた次第でございます。今ね、こうジュージュー音が聞こえているかと思いますが、大人様プレートみたいな感じで、巨大のね、お子様プレートの大人バージョンをお願いいたしまして、特別に作っていただいてあります。ではね、そちらを待ちたいと思います。来ました。すごい香りがやばい。だからもう愛情がいっぱい詰まってる。アイリスさん、見てこい、オムライスでっかいハート。いやー、ちょ、食べないうちに。では早速いただきます。ちょっとまずは遊び場さんといえばハンバーグですからね。もう分かる、このナイフがね、埋まります。え、バンズふわふわないよね。ちょっと待って、多分ナイフもびっくりするよ。こんな大きいハンバーガー切るって聞いてないって。見えるかな、肉。あ、すごい。ちょっと写真撮って。肉汁すごい。うん。うん。パンめっちゃや。パンちょっとふわふわやし。パッてやばすぎやん。パッキンさ、この粗挽きやのに、押すだけで肉汁が溢れてるという最高なパフォーマンスバンズ。ベーコンと玉ねぎとバンズレタル。玉ねぎもすごいめっちゃ炒められてるしさ。バーベキューソースめっちゃ美味しい。ソースも選べるよね。わぁ、なんと美味しいの。甘い。うん、玉ねぎと、ベーコン。ちょっとでかすぎるから、別々で食べよう。フルのバンズと。こう、トマトもさ、見えるかな、めっちゃでかいの。お野菜がみずみずしいよね。ハンバーガーが人気な理由がわかる。めっちゃ美味しい。トマト美味しい。肉のコロコロ感見えるかな。絶対美味しい。アスリバさんの、ハンバーガー、ハンバーガーでご飯いける。そんなハンバーガーなくない。めっちゃわかる、わかる。どのぐらいお肉が美味しい。私、めっちゃ共感するよ。お米食べたくなるよね。そう、ライスがいけるハンバーガー。めっちゃ美味しい。お肉がすごい、それ最高。たまらん。見えます、このバンズの上がこんなに分厚くてふわふわ。汚しました。まあ皆さん想定の範囲内ですね。たまたまポテトが入ってきたんです。サクサクです、奥さん。ちょっとポテト、
通にね、すごくそれソースめっちゃ美味しい。染みたとこ、うん、バーベキューソース美味しいよね。うん、ケチャップとハニーマスタードソースとかゆるいソースも選ぶの、うんうん、こんなすごい、うん、デカ盛りのさ、うん、ハンバーガーのさ、パティってさ、硬いところがさ、ほとんどやんか、うんうん、めっちゃ柔らかいもん、ほんとに。多分これ、アサリバさんに来てないフィリアが分からん柔らかさだと思うわ。みんなが思っとるよりめっちゃふわふわ、うん、しっかり焼かれとるから香ばしいし、うん、そう、焼いたら硬くなるやんか、うん、そうじゃないの、めっちゃ美味しい。ここ食べたら、ほんと白米食べたくなる、うん、ハンバーガー白米セットが出れるかもしれない、うん。ベーコンの大きさすごい、うん、これだけでもすごい量、うん、ただこちら遊び屋さんレースブルースカイ、うん、うん、美味しい。フラペチーノでつぶつぶの氷とこの甘いブルースカイが美味しい。上にホイップモリモリしてもらいました。今度こすごくない、これ見た目に反して2リットル入るんやで、うん、確かにペットボトル1本分入るのか、うん、美味しすぎ。ブルーハワイってどこなんすよ。このフラペチーノもめちゃくちゃ種類があるの、全部美味しいよ。イチゴ飲んだけどめっちゃ美味しかったよね、うん、生クリームあんわ、うん、そこだろ。続きましてナポリタンです。うん、めっちゃ昔懐かしいね。昔ながらのケチャップで炒められたナポリタン、おいしい、おいしい。うん、ベーコンとピーマンだけっていうのめっちゃいいわ。シンプルな方がおいしいよね。めっちゃおいしい。パスタの柔らかさがタイプ。チーズエリア、うわ、ケチャップの甘みとチーズの塩味、完璧。うわ、チーズ残した子ね、めちゃくちゃ味変になる、うん、うん、おいしい。クリーム全部混ぜました。めっちゃ甘いからほんと好き。メロンソーダも美味しいんやよね、うん、うん、ポテトほんと美味しい、うん、蜂蜜かけても美味しい。甘いのにも適応できるタイプの外カリ中ふわふわ、うん、すごくいいわね、うん、選べるポテトフレーバーっていうのがあるから、バター醤油とかさ、塩とか塩コショウとかチリペッパー、食べながらメニュー表見るの大好きなんです。私共感してくれる人おるかなって。私は共感するんやけど、皆さんどうです？ご飯食べるときは食べ物に集中するかな。店内にさ、メニュー表ないとことかあるやんか、うん、置いてーって、やっぱさ、みんな1回きりしか注文しないやんか、基本そう、2ターンか3ターンぐらいするから、うん、メニュー表見ながら食べたいんやね。次何食べようって考えながら食べる、うん、私はオムライスゾーンに入ります。おいしい。待って、チキンレースめっちゃおいしいけど、うん、ナポリタンとは違う。このクチャップの感じビジュアルが最高やわ。グリーンピース、うん、うわ、ケチャップの甘み、卵と食べたらめっちゃ届ける。おいしい、おいしい。卵とろとろやん。
ナポリタンはケチャップの中に甘みと酸味が共存してるんだけど、うん、チキンライスの甘みと旨み、うんうん、美味しい。どうやって割る？これもここ割りますか？行きましょう。失敗しました。蜜です、蜜。ギチギチのチキンライス最高ですね。そうに見えんかもしれんけど、顔のくるみってきちゃうか分かるよね、そのデカさ。伝わるかな？伝わってる？うん、めっちゃデカいの、うん、残りあと一口取っておいて、ルースカイを取ります。頬張りと近くカビにも消します。みんなからがさ、これえ、もうなくなっとるやんって。あー、これ実はなくなってるんです。これすごいんだね。ホマさん言っとんの、これすごくない？嬉しいポイント、デススペースなくなってるデスって言うかな。最後の一口、ごちそうさまでした。いや、美味しかった、美味しかった。黒沢くんの巨大なパッてしたらめっちゃでかい。うわ、このデカさの大人様ランチを作っていただきました。嬉しい、感謝。本当に美味しかったね。もう本当にちっちゃい時に食べたかった、うん、ナポリタンとオムライスと、あとハンバーガーがね、めっちゃ美味しい。もう白米がいけるハンバーガーですね、うん、でナポリタンは昔懐かしい、私大好きな麺の柔らかいタイプ、そして愛情こもったオムライス、チキンライスが美味しい、うん、からさ、もうそれ卵を持ったら美味しいやんっていう、うん、もう全部本当最高のスペシャル丼で、プラスこのブルースカイを豪華に2リットルというホイップも両方でいただきまして、このフラペチーノもめっちゃ種類あるし、ドリンクも種類あるし、うん、まあ、食べ物のメニューもそうなんやけど、季節限定のドリンクもあるから、そうそうそう、あ、飲みたいドリンクがある人は早めに来て、うん、あの夜になるとさ、なくなっちゃうから、うん、いつ来ても何食べようか迷うし、うん、1年かかって行けるか行けないかぐらいの、うん、ぐらいのメニュー数多いなって思う、うん、めっちゃ美味しかった。でもハンバーガー本当に美味しいから、うん、ぜひ食べてみてほしい。ホロホロのお肉を体感してほしい、うん、とても美味しかったです。皆さんもぜひ遊びください、来てください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。その他 SNS もやっているので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。わー、美味しかったー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。